このまま高卒で高収入、高年収になるには、まずどの業界に入るともいいと思いますかと思んです高卒で高年収はもうあれですね、一個しかないですね。あ起業するか、それか、えっ、ー、と、保険の営業みたいな、保険の営業じゃなくてもいいけど、保険の営業みたいな、いわゆる自分が売った分だけお金がもらえるっていうフルコミッション系の契約が取れる業態だったらいいかもしれません。売った分の何パーセントもらえるっていう業態ですね。じゃなかったら多分きついと思います。なんかそういうあの生き方がいいんじゃないでしょうか。